はい、皆さんこんにちは、しおです。よろしくお願いします。ということで、まどまぎコラボ、ようやくですね、私のまどまぎコラボ本日から始まりました。まあちょっと仕事でね、九州の方に出てまして、あの3日間ぐらいね、初日から3日目ぐらいまでちょっと九州にいたので、なかなかね、ガチ動画とかを撮る時間がなかったんですよね。はい、なのでちょっと1店舗ね、大きな波に乗り遅れてしまってはいるんですけれども、こっから僕のまどまぎコラボ始まりますので、早速ガチャからやっていこうと思います。いや、本当はちょっとゴールデンウィークイベントとかもね、2週間フルでね、お守りとかも回りたかったんですけどね、ちょっと出遅れてしまったので、ここからバチバチにやっていきたいと思うんですよね。はい、ということで1段と2段どちらも来てますね。ただ1段の方はですね、以前ね、あの大金をかけてコンプしましたので、今回は2段を引いていこうと思います。まあ天井が150連ってことで、150連分しか用意はしないんですけれども、まあ最近かなり引きが強いんでね、うん、この1万5000個で5体をコンプできたらなと思います。まあちょっと窓脇自体のね、作品もすごい好きな作品になってますので、コンプするまで引きたいなと思っているんですけれども、まあ、特に欲しいのがですね、どこかな、サイカンド、うん、強固絶対ちょっと欲しいかなっていうところですかね。で、まあもちろんアルティメットマとかも、まあ現状だと使いやすさでいうと抜群に使いやすいとは言い切れないんですけれども、まあ数少ない天属性ってことでね、天はちょっと欠かさず取っていきたいので、天属性もちょっと引きに行きたいって感じですね。まあどちらにしろコンプまで引きたいと思っていますので、引いていきましょう。考察は別に出しますね。どういうキャラを引くべきなのか、1段の方で今でも強いキャラはいるのかだったりのね、考察は別でちょっと取ろうと思ってるんでね。はい、レインボーに飛ばします。幸先悪いですね。うん、いやちょっと楽しみだな本当。でもこの後もコラボ続くってのは分かってるからさ、できる限り低投資でいきたいんですよね。マドコのホームランの方、ミキサイカが何で言うんだろう、ちょベースの文字か分かんないですけど、誰かしら欲しいね。リワいないんじゃないかな、少なくともリワいなかった気がするだよね。リムール、ちょっと見てみようか。何だろう、魔法さで、魔が2体と穂が2体んだ。そっか、魔法さじゃないともうダメなんだ。3点狙いか、文字で言うと。よし、ナイス、リセグ。はいはい、まあ1体は出るんでね。いや頼むぞ、マジ低投資でいきたい。前回のまどまぎ、俺ライブでね、以前ね、あのミルダムのライブでね、前回のコラボの時は多分ガチャ引いたと思うんだけど、やばかったっすね。マーがいっぱい出たんだけど、マドカが出なかったんですよね。と、いや、とはいないっすね、今回ね。はい、とはいないので、お、トウスいいじゃん、新作ですね。いやちょっと早め欲しいっすね、マジで早め欲しい。いやマジ頼む。俺好きな作品マジで相性悪いんだよな。まあ進撃の時はわりかしね、ハマりはしなかったんですけど、まあそれ相応にかかりはしたけど、まあちょっと窓かんねって、魔法少女マドカマイか、まあやっぱ好きな作品は弾けないの、定理はね。弾けないにしてもじゃない。まあでもここ最近ちょっとぶっ飛んでたからね、うん、歌いの時の歌詞とか20連で出てたりしてるから、あとまあ俺多分ね、随所随所で来るあれも欲しいんですよ、言葉祭りの新限定、あれが多分ね、前回探求十兵衛がピックアップされたんで、次もご決心がピックアップされると思うんだよね。でご決心俺全然持ってないのよ、だからちょっとご決心が出る言葉祭りも引きたいからさ、た、ま、まかさ、え、魔法さだから、たじゃない、たはいないよ。はい、久しぶりに見たな、たかねちゃん頼む、早い段階で頼むぞ。もう60連してからね、60連対象ゼロですからね今。はい、え、嘘、やばいぞこれ、あ、まずい、実にまずい、これちょっと頼む、マシャ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 、早い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 段階、やばいやばい、ああ、ありがてえ。でも1体だろ、まどっちかでしょこれ、さすがにだってまで、これまどかじゃないっていうパターンの方が薄い。よし、マミさんの方もね、あとマドカのマがあるのか、だからマはもう一回許せる、うん、魔法サーは変わんないですね。あ、マドカのマがあるんだよね、こっちが出たのね、マミアン・ナギサが出たって感じだね。だから法2枚とサーマーか、やば、4体か、いやここであと3体出てくれればね嬉しいですね。欲を言うと、あと天井で済むんで、いやだから2周パターンなんだよな、ここまでねえと、天井2周パターンよこれ、2周は重い、2周は重いっす。
ただ今回ね、結構厚いパックがね、月商ってこともあってね、いっぱい出てたんで、そんなに実質のお金の方で言うとかかってはないんですけど、やばい。なんか爆笑多い今日。まずい。普段こんな感じですからな。あと50連しかない。もう100連もしたの？やばくない？やばくない？うまっ。頼む。なんでだよ。いや、いいけどさ、もう終わってんだわこっち。もうマズムも、まあ、完全体じゃないから別にいいか。リーダーこっちで採用の方がリーダー条件緩いしな。マズムもな、まあ、あとスパシールドブレイ、スーパーシールドブレイカーの枠やばい。雑談してる場合じゃない。まず30連で4体引きます。頼む。やばい、これこのままの計算でいくと天井2周どころじゃない。天井1周目はもう硬い。これ硬いわ。これちょっと待ってよ。1万5000個あったんだよ。え、やばい。いや、つけが回ってきた。まあここ最近ほんと引き強かったからね。まあたまにこういうことがあってもいいんだけど。4枚抜き。え、ちょっとタイムタイムタイム。ちょっと1回冷静になってみよう。1回冷静に。1万5000個あったんですよ。1万5000個で1体やばくない？ 1 体はやばいよね。1万2、4、うん、まあ2体だけど、1同じのが出た。え、嘘。俺3体ぐらいは引けるかなと思ってた、正直。1万5000個あれば。え、絶対欲しい。これアルティメットモードか。いや、今回さ、動きすげえいいんだよね。なんかいつもコラボの時再現高いんだけど、この後ろのさ、背景の部分とかにもこだわられてさ、窓前これめっちゃ今回いいんだよな。なんか全部当たり感すごいよね、全部がね。え、これマジマジマジ。俺同じコラボの時にガチ動画2回撮るの嫌いだからさ。え、マジ。ちょっと残りライブで弾きますわそうしよう。もうちょっとこれ、いや今回ちょっとごめんなさい、1万5000個しかね、手間で用意してきたかったんで甘えてたな。いやマジか。いやこれ前回よりひどいいや前回1万5000個天井行くまでには2体は弾けたと思う。もうそれでも2体とかだったけど。うわ、これ重かったなぁ。1体か。はい、まあしょうがないですよね、こういうこともありますね。1個前まですっごい引きが強かったんでね。はい、じゃあ残り、まあさすがに欲しいので、この後もう1天井分ぐらい入れてきてライブか、まあもしくはこちらのね、チャンネルの動画、多分上げないと思いますけれども、あのライブとかで引くと思いますので、ね、ぜひそちらも見ていただければと思います。欲しかったなぁ。てかイベント楽しむためには早い段階で来てからさ。いや、まあ一回しょうがないね、ぐたぐたいつもしょうがないんでね。今回は1万5000個150連してともえまみ&なぎさが2体だったって感じかな。はい、でさっきも言った通り考察の動画っていうのは別で出そうと思っていますので、あのコラボ期間まだ長くありますので、そちらの動画を待つって方はね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで本日もここまで動画見てください、ありがとうございました。まあ、チャンネル登録、あとは高評価だったりね、 Twitter のフォロー、ミルダムの方にもね、遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで皆さん、本日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。